TC 楽器で買った楽器は TC 楽器に売ってください。下取りでも金額アップです。高価買取をお約束します。楽器を手放す際や楽器の買い替えをご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします。あ、やっぱみんなそれなんだ、アコギ。まあ、これ便利だよ。おはようございます。おはようございます。なんだお前。え、もう2兵です。来るの分かってたんですか？いやいや、全然全然。あ、本当ですか？はい。なんですか、いつも通り。いつも通り、あ、まあ、そうか。スタッフインタビューシリーズです。ああ、はいはいはい。毎度おなじみ。いや、朝倉兄に似てる。朝倉さんのところのお兄さんに似てますね。土曜会でも似てた気がします、ね、ブレイキングダウンですか？そうですね。じゃあそことそこってやってもらいましょう。やってもらいましょう。今回はですね、はい、スタッフの使ってるチューナー。ああ、なるほど。使用しているチューナー。はい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 、はい、まあ、フットでもクリップでも、はいはいはい、まあまあ自分のお気に入りのやつなんだろう。そうですね、普段家とかで使ってるのはポリチューン。ああ、 TCL TCL のポリチューンの、 あのクリップの方ですね。クリップの、ああ、はい、精度いいよね、あれ。あれ精度いいんで、はいはいはい、あれを普段使ってます。で、ボードに入れてるのは、はいはい、この前紹介した TU3 ちっちゃい、ああ、はいはいはい、2編のボード紹介出たね。そうです、うん、ボスのね、ちっちゃいあのフットスイッチがないやつですね、うん、常につくやつね。常につくやつ、はいはい、あれと余裕があったら TU2 を使ってます。はいはい、じゃあボスなんだね。ボスです。基本ボス、まあフルシャンティがボス使ってるんで理由だけなんですけど、まあ僕はボスで使ってます、ね、なるほどね、はい、はいはいはい、そうですね、はい。今日なんでグラスの話なの？いつも通り。ああ、そうだね、はい、そうだね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。小田さん。はい。ああ、お疲れ様です。どうしたそれ、映るんですか？何がですか？あ、なんもない。なんもないです。あ、そっか。それ映るんですか？何がですか？いいね。似合ってますよ。ありがとうございます。はい、ちょっと視界が。暗いですか？暗いです。はいはい。はい、いいですよ、撮って。スタッフインタビューシリーズです。はい。はいはい。普段使ってるチューナー。チューナー。こういうスタッフの使ってるチューナーを聞いてます。はい、ボードに入れてるのは、コルグのピッチブラック。おー、ピッチブラック。ピッチブラック。はい。もう10年以上使ってます。普通のもうコンパクトな。普通のやつ。はいはいはい。普通のやつね。普通のやつ。ピッチブラックもどんどん種類出てるけど。そうですね。もう種類出始める前の古いです。10年以上10年以上使ってる。でもそれで馴染んでって感じ、はい、そうですね、はいはい、あとクリップチューナーはちょっとおすすめのやつあって。おすすめのがある。おすすめのあるんですよ、はいはい、私が使ってるんですけど、これもまたコルグのベース用のやつがあります、はい、ベース用。そうなんです、はいはいはい、AWLT100B。はいはいはい、B、ベースの B だ。ベース用なんですよ。なんか普通のクリップチューナーって、うん、ベースの4弦とかなかなか拾ってくれない。全然拾わないね、あれ。そう、でもこれすごい速いんですよ。へえ。なのでアコベのフレットレスを持ってるんですけど、うん、はいはいはい、それの練習するようにピッチを見ながら、あ、どこでピッチ合ってるのかなっていう。あ、そんな結構いい感じで拾うんだ。そうです、すごい速いんですよ。あ、すごい実用的な。これベーシストにおすすめですね。おすすめです。はいはいはい。おー、すごい。ありがとうございます。じゃあ津島さんが使ってるチューナー、はい、チューナーは、はい、今メインはあれです。足元はピーターソンのストロボストンプ HD ですね。おー、いいっすね。あれいいよ。なんだかんだもう何年も経つけど、はいはいはい、間違いないっすもんね。それまでソニックリサーチだったんですよ。あー、はいはいはい、まあ、それは今サブで使ってるんですけど、はいはい、ソニックリサーチはとにかく速い。爆速。へー、爆速でいい。なるほど。で、合わせやすさでいうとピーターソンの方が上かもしれないです。精度がいいんですか？どっちもストロボチューナーとしてツートップって感じじゃないですか。はいはい、そうです。で、精度はね、ある意味ソニックリサーチの方が精度はなんか良さそうな動きはすんの。おお、こうやってなんか、ああ、終わんないのこれ。なるほど。ピーターソンはすごいこうやってクーって動いてくれて、はい、なんか合わせやすいんですよ。へー。で、丸がちっちゃくなくて大きくて、はいはいはい、出てるから、なんか表示的にも見やすい。だから本当もうオンタイムでちょっとじゃあチューニングしますわみたいな時に、はい、ソニックリサーチよりピーターソンの方がすんなりいく感じ。うーん、で、まあ文句なしの精度なんで、はいはいはい、本当ね、文句なしって感じでいいです。なるほど、うん、あれはもうね、いいです。おいで、おいで、おいで。いや、今撮影してるの分かんない。スタッフインタビュー、はい、使ってるチューナーなんですか？ペダル型みたいな。あ、じゃあクリップでもペダルでも、まあ、ペダルだったら、うん、ピーターソンのストロボチューナー。あれ、え、新しいやつ？新しいやつ。そう、俺と一緒じゃん。そう、全く一緒っす。真似したの？はい。ピーターソンか、うん、もう一個ソニックリサーチ。ソニックリサーチで悩んで、うん、たまたま中古見つけたんで、うん、そしたらなんか津島さんもおすすめって言ってたんで、うん、じゃあいいや、それで。あ、そうなんだ。はい、ただ慣れないですね、あれ、あんまり最初。あ、ね、ソニックリサーチよりは慣れる。あ、慣れますか。慣れる、慣れる。画面大きいんですごい使いやすいから。あとあれさ、色決めるのいいです。あ、色選べるのいいですね。青も水色もあるんです。へー、もう水色ですわ。
おしゃれ。そう、器具だね。器具、まあ、あれなかなかいいっすね。あれなかなかいいっすね。ありがとうございます。はい、急に邪魔しちゃって。おはようございます。おはようございます。毎度おなじみスタッフインタビューシリーズです。すげえな。この流れだったらね。わかる。もうわかる、アドバンスの内藤さんです。はい、アドバンスの内藤です。今回ね、スタッフの使ってるチューナー。はい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 。まあ、フットでもクリップでもラックでも何でも。はい。ちょっとお気に入りのやつとか。お仕事だとポリチューン、おう、TC エレクトロ、はい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 、これが一番視認性はあるかな。あ、小切りだからね、沸騰じゃ普段使わない。そうそう、反応もいいし、まあまあ、うん、まあまあまあ満足ですよ。おすすめクリップチューナー。高いですけどね。クリップチューナーにしてはね、5、6000円しますからね、うん、普通に。それでも結構ね、精度いいというか合わせやすいよね、うん、そうなんですよ、見やすいしね。まあ家だと DTM のダウっていうものについているロジックのチューナー使ってますね。おー、それにもプラグインが入ってるやつ、ね、プラグインの、はいはい、まあ、なんだかんだやっぱプラグインが一番チューニングしやすいです。合わせやすいというか、あ、まあそれそうですよね。まあその上でだからね。あ、なるほどね。ちょっとポリチューンね、壊れてるんで、はい、自腹で2個買って2個ちょっとこんな感じになっちゃったんで、あ、そうか、いや、まあ相当使うからね、一時でね。そうなんですよ。なるほどね。まあ半年持ったんで、はい、半年しか持たなかった。そんな感じです。仕事道具ですか、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。アドバンス井上店長。はい、アドバンスギターズ井上です。スタッフインタビューシリーズなんですけども、はい、今回はスタッフの使っているチューナー。あ、チューナー、はい、まあ、クリップでもフットでも何でもいいんですけど、もう本当に毎日お世話になってるのが仕事道具ですかね。仕事道具です。これは欠かせません、はい、お、ポリチューン。ポリチューンですね。はいはい、これ内藤さんと一緒じゃないですか。あ、本当ですか。これいくつかグレードあって、はいはいはい、多分それの高い方のやつ。あ、いいやつ。いいやつだ、はいはいはい、そのジャランって弾いた時にそれぞれの格言のチューニングができるっていうやつ、うん、それ使ったことないですけど。あれじゃなくていいよ、ね、そう、だから別にワンランク低いのでも別に良かったっていう。でも精度はすごいいい、ね、そうです。精度とあと視認性じゃないですかね。あ、暗いところとかでもすぐこう認知できるっていうところがすごい使いやすいなっていう思ってる部分ですね、はいはいはい。あ、でもアコースティックのね、担当の人のクリップチューナーってすごい普段の仕事ぶりで感じるとこあると思うんで。そうですね、これ間違いない情報。そうですね、これはおすすめです。はいはい、ありがとうございます。はい、はいはい、ありがとうございます。例のコーナーです。今回は使ってるチューナー。チューナー、はい、どこで、どれでもいい。仕事、あ、だからその思うのなんか気に入ってるのがあればそこを。ボードに入ってるやつはほら前ボード出したじゃん、あのソニックリサーチやったじゃん。ソニックリサーチやった、はい、あとほらちっちゃいのも買ったじゃん、ピッチブラックの新しいやつ、はい、あれはちっちゃい用のコルグ、ね、ボードに入ってる、はい、で仕事では DT10 を使う。 DT10、 うん、アコギはこれ。あ、やっぱみんなそれなんだ。アコギ、まあこれ便利だよ。だって一番精度いいし早いし。内藤も井上店長もそれですね。あと視認性が一番いいよ。あ、やっぱそれみんな言ってる、うん、みんなそれは言うと思う、うん、だし、そうだね、仕事だとそう、家ではラックのやつあるじゃん、はい、なんだっけあれ、ピッチブラックのラック。いや違う、それよりもっと古いやつなんだっけ、トーンワークスみたいなやつあるじゃん、あのシルバーのやつ。そうそうそう、よくあるやつ、あのや安めで。そうそう、安めの、比較的あのお手頃でね、手に入るやつですね。ペンタによくあるやつ。そう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 、なんかそういうとこにある一番ラフな感じのラックのやつ。ああ、悪くないやん。なんかこの間ギターママに載ってたマスタービルダーのお部屋の紹介みたいなのあったじゃん、はい、あそこでも同じの使ってるマスタービルって。誰？誰かもう本当でもあれ見ながら、はいこれ俺使ってるっつって。こんな感じ、いっぱいあります。中だ。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いやマジですか？何が？店長も？え、何？流行ってんすか？え、何が？あ、すみません。失礼いたしました。そうだけどこの辺で。そうですね。二兵の仕込みが行き届いてます。仕込まれたんで。はい、スタッフインタビューシリーズ、はいはい、松井さんでちょっと締めようか、はい、あの使ってるチューナーなんですかっていう。ないっす。持ってねっす。え、チューナー持ってない。持ってないっす。いや、チューニングするときどうします。自分の感覚で。音差も使わない。音差は使うことありますけど、はい、会社だと置いてあるのがあるんで、はい、家だとほとんど使わなくて感覚で弾いて、はい、なんか正確なところはもう求めてないです、ほとんど。やっぱさすが調律師。いや、そういうことではない。まあ感覚です。はいはい、男の耳、はい、さすが店長でございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、はい、TC 楽器ではゆったりとした思想スペースもご用意させていただいております。一緒に座ってゆっくりお話ししましょう。よろしくお願いします。